姿勢でどうぞ。笑顔で。ありがとうございます。できるだけもう本能のままにとか気持ちよく手を動かしていったりすると音が鳴ります。どんな楽器も弾けないというか、ちゃんと音楽の勉強したことがないんですけれども、その状態でこれぐらいは弾けると。で、実際ちゃんと音楽をずっとやってる人がやるとものすごいかっこいい演奏もできたりしますし、子供にやらしてもですね、結構不思議な演奏の仕方をしてかっこいい演奏になったりとか、楽しそうに演奏したりとかしたりします。